お話は、ラスボス蹂躙します、です。スペインの断罪の政権を、食らったメイプルは、不屈の守護者、の、効果でなんとか生き延び残り HP1 で、即死は免れた。オーブを奏でに任せ、メイプルを助けようとするイズはフレデリカに、行く手を阻まれペインに倒されてしまう。ペインの猛攻を防ぐメイプル、カエデの木の他のメンバーも、苦戦を強いる中、奏でが、黒煙、奏でがカバーに入ろうとするが、ペインに切り倒されてしまう。そして、ペインはメイプルに近づき、海壁の聖剣、を、放つ。海壁の聖剣、は、防御貫通スキル。そんな中、メイプルは身の盾を捨て左手の、大きな方向をペインに向け、カウンター、を、発動。メイプルは第3回イベントで、手に入れた切り札を、スキル発動中で回避行動を、取れないペインに発動した。カウンター、ダメージを受けた際、その攻撃の威力を次の、自分の攻撃に乗せるスキル。ペインは、メイプルのカウンター攻撃を、もろに食らう。しかしペインは立ち上がった。その理由は、ペインも、不屈の守護者、の、効果でなんとか生き延び残り HP1 で、即死は免れたからである。ペインは、破砕の聖剣、を、使用。それに対してメイプルは、暴落、と叫ぶ。ついに現れた怪物。逆転した手数とリーチで、ペインはメイプルに捕まり食べられてしまう。ペインを倒した後、すぐさまドレッドとドラグに迫り二人を、倒す。残ったフレデリカは、多重障壁、を展開するがあっさり破られてしまいメイプルに、踏み潰されてしまいます。カエデの木、VS、都道政権、の、勝敗を分けたのは、メイプルの、暴落、を知っているかどうかでした。今回の戦いは、カエデの木、の、勝利で終わった。イズとカナデが復活した後、カエデの木、は第2段階に、進んだ。現在、カエデの木、は、6位。イベントは、残り3日もあるため、他のギルドを潰すことに、闇夜に紛れて1匹の化け物と7人の化け物が、ギルドを襲う。ここからは殲滅戦に行こう。ペインたち、都道政権、も、復活し、メイプルたちの動きに便乗する。そして、遠征の国、は、いくつものギルドから攻められる状態に、陥っていた。ミー、ミザリー、マルクス、神を主体に攻防戦を、しているとミーに新たに一つメッセージが、届いた。それを見たミーは、思わず巣が出る。他のメンバーにも伝えると、場の空気が落ち込んだ。ミーたちは全滅も考慮し覚悟を、決めた。ミーたちが奮闘する中、ついに MP も切れ諦めかけていると、目の前に化け物が現れた。そして、化け物を中心に、死が暴風のように吹き荒れる。メイプルたちの目的は、遠征の国、に群がるギルドの、壊滅。遠征の国、を助けることで、主力メンバーが他のギルドに、損害を与えてくれると考慮したからである。そして、サリーは奏でに例の作戦を、発動することを伝える。ファントムワールド。サリーと奏でが叫んだ魔法。ファントムワールド。3分間、対象と同じ能力値を、持ち自立行動する分身を、3つ作り出す魔法。それらは、メイプルに吸い込まれていき合計7体の化け物が、現れた。そして他ギルドを殲滅。無理ゲーここに爆誕する。第4回イベントは、終わりを迎えた。カエデの木、は、3位でした。報酬は、メンバー全員に、銀のメダルが5枚、木製の札が1枚。ギルドマスターであるメイプルは、全ステータスを 5% 上昇させるギルド設置アイテムが、送られた。最後には、カエデの木、のホームで、都道政権、と、遠征の国、メンバーで、打ち上げ。この2つのメンバーとは、今後すごく仲良くなります。そのお話は、次の物語で、原作、イラストの先生方、そして制作に多くの方々が、携わる中、ワンクールと限られた時間の、中、素晴らしい作品に出会えてとても、嬉しく思います。今まで本当にありがとうございました。引き続き、エスパチ、は、動画をアップしていきたいと、思います。